はい、皆さんこんにちは、秋でございます。太鼓さんの秋インドさんパート192ですね。やっていきたいと思いますね。ちょっと営業行きましょう。で、勢力ですね。で、大名さん、島津さん、OK の桃木さんも OK なんだけどね。桃木さんもう一発立てかけるか。これ行かなくていいのかな、一遍取ると。でも行った方がいいと思うんですよね。というわけで行きましょう。売却ですね。当時25巻、はい、よろしいですね。で、交易品購入で枕高い。あ、お茶ね。あかねさんが減ってきてんですよね。まあ、228もあるんで持ってきましょう。二次加工物に使ってたのかな。で、私はですね、ちょっと出て行って行き先指定で三好さんですね。まず三好さんに行きましょう。あ、違った。三好さんは淡路島でしたよね。はい、城に行きましょう。で、まず殴っておきましょうね。これ500勝いくんじゃない。あ、いたたたたたたと。お、早い早いね。あ、弟子ね。どうぞどうぞ。弟子になったら多分ね、親密度が下がってもね、お手合わせできるんじゃない、多分ね。そんな気がします。さあ、外交ね。外交ね。野戦1万。はい。でこれでどれぐらい上がったかですね。よいしょ。ミスさん、あ、上がりましたね。8まで上がりました。じゃあこのままですね、行き先指定で一応毛利さんと置いときましょうね。毛利さんと丸亀寄っていこうかな。で、一応座でね、売却、茜さん26巻いいですよね。で、茶が29巻ね。で、購入ね。枕ね、30巻。で、唐花さんね、27巻。そうだね。ここまでだね。はい。で、民家いません。で、尾道かな。あら、ここ、あ、ここね。尾道寄っていきますか。じゃあね、売却で、枕49でよかったね。30巻ぐらいで買ったよね、確か。で、唐笠43巻ね。そう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 、唐笠化ける時は化けるんですよね。鉛ダメね。針かな、うん、針ですね。はいはい。で、民家、あ、いますね。清兵衛さん、あ、ダメなんだよね、きっと。はいはい。で、城、次は、吉田郡山城かな。あ、戦いましょうね。ちょうどね、体力上げたかったので、体力上げさせてもらいましょう。あら、攻撃できてない。で、ここでは、止血を使いましょうか。あと弓ですよね。どう来るの、この、あ、これややこしい。こっちかな。あ、間違えちゃった。こうかな。あ、いけた。で、こうだ、こうかな。あ、避けられちった、避けられちったんだけど。あ、やばいね。うん、技使うと多分来られちゃうね。はい、満タンになりました。さあ、はい、まずね、一発殴っときましょう。こんなもんかな。お、課長図絵だっけ、読めないね、漢字が。じゃあね、ここでさらに外交しときましょう。野戦ね。さあ、これでもうあれでしょう、
入る余地ないよね。さあお次はノブリンですね。ノブリンとこに行って、こっちから行こうかな。山陰の方からね。あ、松江の町入っちゃおう。で、売却ですね。針が15巻。まあ今日もね、結構冷えるんですよね。まあ明日から暖かくなる言ってるんでね。ちょうどね、もうストーブの灯油がね、ないです。てか、なんか、からかさ下回らなかった。からかさ22巻で売ってるわ。これすごいね。あと紙、鉄16巻ね。もうね、ストーブの灯油がなくてね、まあちょうどシーズンの終わりでね、カラッカラにできたんでいいかなと思うんですけど、明日寒かったら地獄だな今日昼から暖かくなる言ってたのにね、思ったほど暖かくならなかったのでちょっと心配しますけどね。はい、売却。あら、ダメだね。全然ダメ。購入できる？鉄買い増しかな。鉄買い増しますか。鉄しばらく売れなくなるもんね、こっちの。おろろろろろ。よいしょ。これだから、伊豆市もダメでしょ。オバマぐらいかな。オバマぐらいだったら鉄売れるかな。さて、売却ね。あら、ダメだわ。全然ダメでした。いいんか。作兵衛さん、この人らいけるかな。はい。手合わせをやりましょうか。なんかダメだった臭い雰囲気あるんだけど。あ、弟子ですよ。はい、一遍誘ってみましょうか。ね、商人になるつもりないと。こっちの石木さんね、多分ね、二人してダメだったような気がしますね。手合わせ。忙しいか。茶飲みましょうか。一気に3つまでいった。で、じゃあダメだね。ダメなんだわ、これ、多分。ね、商人になるつもりないと。で、作兵衛さん。作兵衛さんね。あなた、具を配ってそうだから、財宝をあげたら喜びそうな気がするんだけど。金塊ね。ねえ。よかった。じゃあね。1.5 か、引き抜けるかな。ダメか。また今度にしましょう。何か売ってるかな。物品購入。高いの売ってるね。書物ね。春秋左辞典。これ68個買ったら3000巻か。まあいいか、いいだろう。で、ひょっとしたらなんか出てこない？出てきてないね。出てきてないね。さあ、ノブリンのとこに向かいましょう。岐阜の町ですね。とりあえず。よいしょ。よいしょ。これ正面切ってもいいんじゃない？物知られちゃったのね。はい、素槍が手に入りました。さあ次ノブリンね。からかさダメね。鉄売れるんですけど、425でかいね。一気に。で、購入は何ができるかな。色紙ね。で、からかさは28巻はやめときましょうか。いや、いいかな。言っておこうか。そうだね。28巻だったらまあ、30巻以上で売れますからね、とりあえずね。民家。これは？ダメなのね、この2人はね。はい、出ていきましょう。で、岐阜城で。はい、まずね、殴っておきましょうね。このご挨拶ですからね。よいしょ。
はい、じゃあね、外交ね、野戦1万ね。さあ、ノブにどうなりましたかね。お、11までいったね。これは少人数争いは入れるんじゃない。というわけで、じゃあ帰りましょう。帰る前に味方の町で焼き物でも買って帰りましょうかね。しばらき焼きをね、売却。あ、思い出した、色紙34巻でよかったっけ。まあ、からこそ36巻でいいですよね。で、色紙ね、色紙いいでしょ、30巻で。で、しがらき焼き、あー、追いついてないな、しがらき焼きが追いついてないんですけど、買っちゃいましょうか。50巻で買ったんですよね。で、今浜の町ですね。今浜の町にみっちゃんがいたと思いますんで、ね、石田のみっちゃんね、石田のみっちゃんのお茶ダメなんでしょうね。だもんでね、贈り物かな。石田のみっちゃんお茶っていう感じがせんでもないんですが、どうでしょう。あら、お茶茶器あかんか。ああ、ちょっと待ってね、今浜の町はザで購入ね。しがらき焼きがね、48巻。あとなんかあ、枕もあるのね、からかさもあるね。あ、もう買えない。じゃあ売っちゃおうか。あ、ダメね。じゃあ出ていきましょう。あ、そっか、本拠地に帰還でいいんですよね。座で、どれ先打っときましょうか。で、枕49巻ですね。京都のものはなくなっちゃうよね、これ多分ね。ですね。よし、じゃあね、自宅帰って、あ、誰もまだ帰ってきてないんだね。お一人、ね、茶室行ってみますか。あー、これまた日が変わるんだよね、やめときましょう。となると、おー、どうしようかな。霊峰指示、霊峰指示してもね、もうね、寺行ってみて霊峰指示してみましょうか。20日ね。さあ、久しぶりですね。何色でいこう。悩むな、これ。パッと見赤色なんだけどね。赤色だね。赤色でいくべきだね。だもんで、あら、これ難しいなあ。あれ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 、ほんと難しいわ。いや、赤やめよっか。で、なんか間違えた気がするね。あ、しまった、完全に間違えてる。これをしたかっただけなんだけど、これだけでだいぶ使っちゃったよね。で、これで一列揃えて、で、こうかな。で、上げて、で、こうだね。で、上げて、で、こう行って、こう行って、あ、行けたね。こう行って、で、あとこう行って、こう行って、こう行って、ですね。あ、レオの技能4になりましたね。都言葉、京都の公家が用いる言葉を話すことができるんだ。おじゃるでしょうかね。公家だけど大人は口添えの効果が上がる。
まあ良かったですね。さあ、20日使いましたね。もう誰か帰ってきてるでしょう。あ、来ましたね。付け届け、投資、勧誘。おお、成功してる。すごい。すごいね。後の人は、あ、こちらは失敗なんですね。あ、畑原さん失敗するよね。さあ、じゃあね、せっかくなので、民家で。京都でかいですね、やっぱりね。民家でカードもらえてない人。あ、小山田さん、まだ戦うのかな。贈り物、武具ね。これ、鉄砲だっけ。ねえ。まあ、ほんならね、腹巻き。あ、前も開けたような気がするな。あら、それだけか。戦い虫なんだか。そっかそっか。で、ちょっと減ってる人ね、青山さん。贈り物。書物ね。書物で、あ、よし、春秋三時代にいっぱい買ったんでね。あら、そんな、あ、そうか、もうカード持ってんだね。カード持ってんだね。あとこの人ね、大久保さん。あ、不在ね。あと、これ悪いな。あれ、この人。あ、この人来たんだ。あ、違う違う。勧誘って出てるから違うわ。手合わせできないね。じゃあ帰りましょう。あ、この人普通にいる人か。そうだね。あ、この人もそうだね。多分ね。じゃあ、あ、ちょっと待ってね。もう一度見させてください。下に2人ほどカードもらってない人がいましたね。あ、しももさんと高橋さんね。高橋さんにしももさんのこと聞こっか。あら？これは名前入れそうとしてるのね。しももさん、こっちの方ね。あ、チャキね、ありがとう。で、あなたも贈り物しとこっか。ブーね。はい、菊池は、菊池は予算もらったような気がしますもんね。はい、はい、お、来たかな？来たかな？あら、来ませんでしたね。で、あとは、こっちね。で、贈り物ね。あ、しまった。何か読むの忘れてた。芸術品ね。芸術品なんで、まあ、チャキでもいいと思うんですけどね。おい、来たかな？あ、来た。来ましたね。さあ、じゃあね、戻って、茶会でも開きましょうか。あ、帰ってきましたね。自由。あ、技術を習得したね。はい。じゃあ、茶会ね。はい、じゃあね、ちょっと時間良くなったので、この辺で終わっておきましょうかね。太鼓さんの秋野さんですね、パート192、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。